どないすんねんとか言ってくるやつもおるけど、そんなもん知るかい。死んでないんじゃん。めっちゃ怒ってます。死んどったら俺もこんなこと言えへんわ、はい、お前なんでそこでヘラヘラしてんねん。お前らが一番恥ずかしいねん。皆さんこんにちは、スラサーケチです。こんにちは。誰ですか？久々の登場の、なんて言うんですかね、会長や。あ、もう自分で言うのは落ちくられてるんであれなんですけど、なんか久しぶりに今日参加するんですけど、はい、なんか勝手に緊張して言葉にどもってるんですよ、言葉が。そうです。もう会長頼むで。はい、でもまあ今日久々の登場で、うん、ちょっと最近の YouTube 見ててね、うん、ちょっとあんま思んないなと思ってたんで、もうええってお前。もうそうそう、僕がちょっとあの出ていこうかなと思ってさせてもらいます。こいつはいつもね、僕の YouTube とやかくとやかく言ってきますから、はい、前の YouTube 最近思んないから俺がおらなあかんわみたいな感じでね、はい、で今日はもうそんなん言うからねって今日は邪魔させてもらいきました、うん、まあ、それで今日はじゃあそれでって長さんの言うてやじゃあまあ会長、じゃあ今日は司会進行、はい、よろしく頼む。じゃあもう全部投げるから、はい、よろしく頼むわ。はい、ですね、はい、今夜中の11時半ぐらいなんですけど、12時半ですけど、それ12時半やな。実は今日7時に集合して、うん、今まで何したかというと兄弟で熱い話をしてました。うん、そうやな、もうちょっとヒートアップしたけど、はい、なんか最近やっぱ会長ともやっぱ YouTube 撮れてなかったから、なんかそんなに話もできてなかって、はい、なんかお互いのやっぱこう目標とかやっぱ気持ちとかっていうそういった部分で結構ぶつかり合って、はい、結構話し合えたな今日は。いや、めちゃいい時間になりました。うん、まあ、うん、逆にあれを撮影しとったら面白かったんちゃうっていうぐらいの話の内容だったと思う。そうですね、めちゃめちゃ熱い話をしたんで、うん、あと会長ちょっと今日始める前に、はい、お前の悪い癖話かぶすのやめてやそれだけ言っとくわ。すいません、うん、今日はね、あの、うん、ソラスター選手の、ソラスターが今回ね、前回の試合負けてしまってですね、うん、ちょっと勢いをなくしてるんちゃうかと、うん、僕はちょっと切り込ましてもらいました。そう、こいついつもなんか入ってくるね、最近。はい。最近勢いないから、お前思んないで、みたいな感じで。はい、でも、やっぱりね、うん、今日ソラスター選手とですね、腹を割って話させてもらって、勢いがないんじゃなくて、うん、これからどう出ていこうかっていうのを、密かに企んでるらしいです。うん、まあ、そうやね。はい。まあとにかく今自分の中で次どうやって動いていくかっていう中で、やっぱ自分の中でめちゃめちゃ考えて、どういう風に動いていくかっていうのをやっぱ考えてる中で、やっぱその考えてる行動が多分勢いないっていう感じで、多分会長は受け止めてるんだと思うんですけど、はい、まあ僕もね、あの前回試合負けてやっぱ悔しい気持ちでやっぱこの今まで過ごしてて、なんかやっぱりファイターってやっぱ勝ったら勢い出るし、負けたらやっぱ考え込むところはあるんですよ。やっぱ結果が全てで、やっぱ結果が正義的、勝つことが正義的なところはあるんですけど、でも自分はやっぱこう前回の負けも含めて、それをどうやって自分の肥やしプラスの肥やしにするかっていうことをやっぱしっかり考えてやってるんで、まあ、そこはね、皆さんまだ試合は決まってないんですけど、まあ、自分のこれからの動きまた楽しみにしてほしいなっていうのはあります。はい、ですね、僕的にね、今日突っ込ませてもらった点はですね、うん、今回勝因予想なんですけど、まあ雑談するのもまあありかなと思ってまして、フリースタイルってことで、うん、僕の前は、フリースタイル今日は、はい、僕の前はもうちょっともう規則破るの得意なんでフリースタイルでいかせてもらうんですけど、うん、あくまでもストーチャンネルってことなんで、やっぱり僕は自由奔放に行くっていうのがやっぱり僕は楽しいなと思ってて、うんうん、まあそうやな、今日はソラスターにちょっと向かせてた点としたら、うん、なんか最近やる気ないんかなと思ったら、うん、今日こんだけ3時間半熱く喋らせてもらって気づいたことが、ちょっとソラスターの口下手なところがあるんですけども、やっぱ前の試合の負けが相当悔しかったらしいです、うん、それをちょっと今日初めて試合後に聞いてですね、ファイターとしてほんまにまだまだ上目指してるなって今日思ったんですよ、うん、悔しいってことはやっぱり勝てるから悔しいと思うんですよ、うん、まあそれはそうやな、それを今日分かって、うん、僕も弟なんですけど、弟とか抜きでファイターとしてめちゃめちゃ応援したいと思いました、うん、そこまでこんだけ引きずって悔しがってるとは思わなかったです、うん、やる気なくしてると思ってたんですよ、僕はもう。やる気はめちゃめちゃあるよ。 あ、うん、あるし、まあ、正直やっぱいろんなことを考えすぎて7月の頭からなんか動機が出だして、うん、でそれでやっぱ練習してもすぐに息が上がって、で自転車乗ってても動機がして、それ朝起きても動機がして、やっぱ自分自身になんかすごい苛立ちもあるし、なんか結構やっぱこの先の試合のことも含めて、やっぱ前回の悔しさも含めて、やっぱいろんな悩みがあって、それがやっぱコップから悩みが溢れ出てしまって、
っぱ動機になってしまったっていうのがあんねんけど、なるほどですね。まあその中でやっぱ誰にも別に相談することもなく、誰にも話すこともなく、まあ今日はね、解消とこう自分の気持ちをぶちかまして、じゃあぶち上げて、ぶち上げて、なんていう言葉がちょっと出へんわ。ああ、はい。なんかこう全部話して、なんか僕もちょっと気持ち楽になったし、なんか気持ち的にも前向きになれたなっていうのは、まあ、正直あるね。いやでももう僕もね、うん、あの最近のソラスターに対して正直イラついとったんですよ、うん、でも正直もうそろそろもう引退かなと、うん、やる気ないんかなと思ってたんですよ、うん、YouTube もあんませえへんし、うん、で僕も実は言ったら、まあ、今はちょっとこういうアホになってるんですけど、あの YouTube ももう手伝いたくないなと思って、ファイターとしてやる気なくしたんかなって勘違いしたんですよ。うん、じゃあまさか今日4月に戦って9月現在まで悔しいからっていうのが秘めてるとはね、うん、それは思わなかったです。その気持ちを聞いてめちゃめちゃ応援したくなりました、うん、皆さんまだあのソラスターゲージ40代でね、みんなあの引退するとか思ってる人おるかもしらんけどね、そもそも24歳から格闘技スタートしてね、これから40代の見せ場ですよ、ソラスターさん、うん。まあ、俺もだから準備だけはしてるから、体重も今87キロ切ってる状態で、はい、やっぱずっとコントロールして、はい、まあ、試合はいつでもできるようにして、その中でやっぱ準備してるから、はい、とにかく、まあ、東京の自宅でもドアの前に今は耐えろっていう自分に言い聞かせて、もうほんまにチーターが獲物を狩る時って草むらから低姿勢でこう獲物ずっと見るやん、うんうん、そんな感じで自分の獲物をずっとこう定めてるっていう感覚でおるから、まあとにかくまあそういう気持ちやね、うん、なるほどですね、うん、もう俺も今日会長と話して気持ち吹っ切れました。マジっすか、うん、はい。まあ今までちょっとあのくすぶってるところあったけど、もう自分の目標も明確になったし、もう今日からガンガンやっていきます。おお、さすが。まあそれとやっぱ強い気持ちで毎日過ごして年内絶対試合します。試合決まってないけど、試合絶対組んでもらえるように自分で動いていきます。自分でやっぱ勝利は掴み取らなあかんから、自分のこの手で自分の未来切り開いていきます。改めて皆さん応援よろしくお願いします。まあそれで、まあ自分が前回は負けて、まあ自分がしんどい中で、まあ、こうやって継続してスポンサーとして応援してくれている皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。でも本当に応援してもらえるって当たり前のことではないと思ってるんで、自分の40超えてからの夢に一緒に賛同してついてきてくれてる、一緒に担いでやってくれてるっていうのは、まあ、本当に感謝してるんで、ありがとうございます。ちょっと感じましたけど、いやでも応援減ってますね、うん。まあ、あとね、あのファンの皆さんですね、はい、ファンの皆さんいつも応援ありがとうございます。ファンの方とやっぱ次の試合一緒に勝利も味わいたいし、本当にみんな一緒に次の勝利をつかめに行くっていう気持ちで、僕も代表して頑張らさせてもらうんで、引き続きよろしくお願いします。お願いします。今日から本来のソラスターが戻りましたんで、ガンガン行くよ。はい、ああ、やっぱり俺らはさ、うん、やっぱ強気で行くってのがテーマや、うん、昔から、うん、どんな状況でもさ、這い上がってきたや、うん、だから逆に面白くない。うん、ほんで最近、うん、あの木村実選手の動画でちょっと炎上して、俺は正直、まあ、謝罪動画的な感じ、説明の動画も後で上げたけど、やっぱ納得いってない部分は正直あるよ。うん、めっちゃ、なんかめっちゃ聞いててくれ。ドーピングはしたらあかんし、あかんよ、あかんよ。あかんし、その被害者も、それは気の毒であかんよ。あかんけど、俺らファイターはな、そんな当たり前の中でやってんねん。な、今まで生ぬるいとこでやってるわけじゃないねん。ドーピングある世界でやってきとんねん。それドーピングしたらあかんよ、あかんけどな。でもな、木村選手はあかんよ、あかんけど、俺はドーピングの怖さも知ってんねん。その後鬱なって自殺してる人とかもいっぱいおんねん。なんその中でな、俺はちょっと気持ちかばえたい気持ちもあったんや。一人でね、叩かれて、それで思い込んで、それで最悪の事態起きたらあかんなと思って、俺はそういう気持ちで伝えたけど、その伝え方が俺も下手くそだったところはみんなに申し訳ないなと思う。でもドーピングは絶対あかんし、対戦相手に対しても本当に申し訳なかったっていう気持ち絶対木村選手も絶対あると思うし、まあそこはもう俺まあそれで俺も上げて、なんか俺がドーピングしたみたいな感じで叩かれてるような感じになってるけど、いや多分ね、今ちょっとソラスターさんね、うん、燃えてるからね、うん、表現めっちゃ下手だと思ったんですけど、下手やな、うん、多分ソラスターが今言いたいことは、海外で戦ってきてね、うん、昔言うとったやん、海外で戦った時にあのドーピングしてくる選手も俺は想定して、うん、してくる選手がおるかもしれんと、うん、で想定してやっぱりそれ以上に
トレーニングして、うん、そういう人にもうドーピングしてきたとしても勝てるように頑張らなあかんって言ってきたよ、うん、そういうことを言いたいよ、うん、そうなんか俺はそれで、うん、なんかその擁護した擁護したって言って叩いてくるやつらお前らが一番恥ずかしいねん。確かにお前ら何様やねん。確かに、うん、で俺は正直思うよ。それでお前ら全員な寄ってたかってたかってな攻めてな、それで格闘かもな、ドーピングはあかん、ドーピングはあかんみたいなツイートばっかしやがって、お前ら何様やねんって感じや。ああ、確かにね。ほんまに思うねん。うん、もうほっといたらや、もうそっとしといたらや、もう叩かれてんねやから。うん、なるほどっすね。思うで、俺、格闘家のやつらにとって。その、なんていうの、今これ語弊が起こったらまだあかんなんで、僕ちょっとフォローさせてもらえんやけど、うん、ドーピングはあかんっていうのは当たり前の前提の中で、ほんであとはやってもうて、今も叩かれてる中で、うん、それでみんな叩き出したら世間で、行ったり行ったりってなるやん。でもそれってある意味では酔えもいじめや、うん、もうそこは逆にあかんっていうのは認めた上であかんねんけど、うん、っていうことやな。まあそれで被害者がもし死んどったらどないすんねん、後遺症残っとったらどないすんねんとか言ってくるやつもおるけど、そんなもん知るかい。死んでないんじゃん。めっちゃ怒ってる。死んどったら俺もこんなこと言えへんわ、はい、お前それだけ。はい、もうなんか間違ってるんか。いや、間違ってないです。間違ってないよ、ほんまに。お前なんでそこでヘラヘラしてんねん。ごめんごめん、ごめん、それはごめん、すいません。でも確かにそうですね。だから俺は正直あのみんなのコメントもらって全部参考にさせてもらってる部分もあるし、納得しないところもいっぱいあるよ、はい、うん、だからなんかこう今なんか何かを失敗して叩かれるのは仕方がないけど、やっぱみんなこぞって叩くのちゃうやん。確かに袋叩きにリンチされてるようなもんやん。うん、でもね、うん、それはマイナス面とプラス面があると思ってて、うん、有名になった時もそう、うん、ほんで有名になったら俺は有名になると思ってた、うん、って言ってこぞってみんな、うん、あの長いもんに巻かれて、うん、ええ風にやって、うん、じゃあそれやったらこうやって例えばファイターが負けたり、うん、例えばドーピングで問題起こしてしまった時こそ、うん、支えてくれる人こそ僕はほんまもんやと思っててね、うん、だからそらさは僕ほんまに兄弟抜きで優しいと思います。うん、うん、だからまあ叩かれることもプラスに変えたらいいと思うし、うん、俺も試合負けてスポンサー外れた会社もあるよ、うん、あるけど、でも俺はやっぱそういうの見返したろうってやっぱ思うし、でもそんぐらいのねやっぱ 逆境をプラスに変えて自分の力に変えていかなあかんと思うからね、うん、でもまあ僕らは今まで力合わせやってきて、うん、もう一度この40代で、うん、あの第2章ちょっと打ち明けましょう、うん、お互いにちょっと夢語りましょう、うん、目標は何ですか、ファイターとしての目標は来陣でウェルター級のチャンピオンになる。もう素晴らしい。ほんまにそのこと、それだけでしかやってないから、だからそのために自分がどういう風にやっぱやっていかなあかんかなっていうところで模索しながら今やってる、まあ、それで俺も今年42歳で、まあ、引退をささやかれる年になってるけど、俺は自分自身まだまだできると思うし、自分の可能性自分が一番信じてる。で自分の同世代でもやっぱ今まで仕事やっぱ悩んだりとか、今これからこの年でもやるの遅いかなとか、やっぱそんな悩んでる人とかもおるけど、俺は42歳でも43歳でも来陣のチャンピオンになれるっていうところを絶対に証明するから、だから俺の姿見てみんな賛同してほしいし、勇気少しでも持てるような行動としてできたら俺は嬉しく思ってる。まあ、それで俺のことバカにするやつおるんやったらバカにしてこいよ、全然してこいよ。その代わり結果出した時見とけよ。俺はそういう気持ちしかないから、見返す気持ちしかないから、うん、いや、ソザン素晴らしいです。まあ、ここで吠えてるかもわからないけど、俺はもう吹っ切れたから。いや、ソザン、正直久々にね、あのね、ソロサーらしいね、うん、お兄さんがね、うん、あの、半年ぶりに見れました。アンチが怖くて何ができんねん。失敗が怖くて何ができんねん。お前ら失敗が怖いから何もできんくてな、匿名でな、ガチャ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 言ってんねやろ。確かに。俺はそう思うねん。確かに。何も成し遂げてない奴がガチャガチャ言うねん。世の中に不満持ってる奴がガチャガチャ言うねん。で、それがファン。ファンなんかどうでもいい。それをファンと言うんやったら。確かに。アンチなんかクソくらえやねん。お前らのために格闘技してるのちゃうんじゃん。自分のためにやってんねん。だからお前らに何言われようが関係ないねん。以上。いやでもほんまにあの、うん、なんですかね、もう振り切って僕らもやっていきましょう。うん。うんうん、やっていくから。だから別に見たくないやつは見ひんでええねん。まあ、そうなんですよ。うん、仕事も別にね、うん、あの僕もやってますけどね、うん、あの言いたくない人は言わなくていいんですよ。うん、でもなんでかと言ったら、こっちもプロ意識持ってやってるんで、うん、言ってくれる以上は絶対に向こうにプラスを与えるという意識を持ってやってるんで、うん、だからそこがベクトルが合わないってことがね、うん、いらないんですよ、うん、まあ会長も同じ気持ちでやっぱ今までやってきて、会長お前の目標なんかあるんか。あ、僕ももうありますよ。
なに、言ってみろよ。で、それはもうちょっと今はここで言う気はないんですけど。お前何逃げてんの。いや、逃げてるというか。お前のこの言う、はい、こういうところで公表しろよ。はい。逃げてるというか、うん、僕は基本的には出しゃばってあかんなと思ってるんですけど、うん、もちろん僕ももうちょっとスイッチ入ってるんで。いや、お前も俺も、はい、今日からぶち切れていくで。はい。ぶち切れるんじゃ、復帰っていくんだ。はい、わかりました。うん、僕は、会社で、自分で今、商売ずっとみんなでやって、頑張ってやってきて、うん、まあ、もともと現場仕事から始めて、うん、それで、まあ、無理やって言われてきて、うん、まあ、大営業として、体制するのは、やっぱある程度のバックボーンがないと無理やと。うん。日当8000円から来たんで、うん、でも、今で、自社物件30件持ったんで、うん。はい、僕は45歳までに、自社物件、1軒家も含めて、うん、僕は100件持つ。それはもう、昔から決めてるんで、うん。まあ、見とってください。はい。まあ、会長も45まで、はい、やっぱ今、ね、水道の工事からやって、はい、それ今はもう家主業っていうところまで、やっぱ職業変換してきて、45歳まで100件、もともと0件やもんな。はい。うん、100件持つって、馬鹿げたこと言ってるけど、はい、俺ら兄弟馬鹿げたこと絶対成し遂げるから。でもね、うん、そらさん、僕らはね、結構基本的に人に笑われてきた人生じゃないですか。うん。いや、ほんまに馬鹿にされてきたよ。はい。でもね、僕気づいたことがあってね、笑ってるやつこそね、挑戦したことないしね、うん、何かを成し遂げたことないんですよ、うん、で、成し遂げてる人ほどそれを真面目に聞いてくれたり、うん、バカにせずに聞いてくれたり、うん、僕実際そういう得意先も尊敬する社長がいてるんですよ、うん、僕は若い時にね、本当にバカにせずに聞いてくれたんですよ、うん、お前って頑張っていけるかもしれないから頑張りやよって、うん、それでいろんなことを教えてもらったんですね、うん、やっぱり見る目あったなって、なんていうんですかね、言わせるような若者で僕降りたいと思ってて、うん、やっぱりその人たちに恩返ししていきたいんで、うん、やっぱりお互いにこういう時こそ兄弟で力を合わせて頑張りましょう。うん、頑張っていこう。そうさん、いつもほんまに夢見せてくれてありがとうございます。まあ、今日から、はい、ソラスタキイチ生まれ変わったから、はい、見といて、絶対に雷神でチャンピオンになるから。はい、うん、そうさん、応援します。おいっす。それでですね、今日は実はもともとの今回障害予想ということで、このチャンネルを撮ったんですけども、ちょっとヒートアップして熱くなったんで。お前、18分ぐらいあるの？そうです、そうです。もうやばい。だから、次回の動画で、うん、ですね、僕の中でのメインイベント、宇佐美バドック選手、VS、うん、アンプロキア選手の試合を、ちょっと深く持って、勝利予想をズバッとやっていきたいと思います。うん、あ、今日は撮らせて。はい。これはこれでも、この動画の、ちょっとアドリブでいったんで、うん、いい動画になったんで、カットするのもったいないんで、うん、このままを見てもらいましょう。うん、まあ、それで次は小平層でちょっと楽しみにしといてください、うんうん、はい、オッケー。最近ちょっとぬるま湯の小平層もしたんで、うん、ズバッと切らしていく、うん、ソさんの小平層見れるんで、ん次回見てくださいちょっと燃えてきてるわ。次回見てください。やっぱ俺ら兄弟な、やっぱこうやって集まってな、はい、話したらやっぱもう根本から燃え上がってきて、はい、初心の気持ち戻れてめちゃめちゃいいわ。いや、そもそもさ、ソラスタ選手ね、うん、24歳で企画時始めるって言った時ね、うん、同じ現場仕事しとって、うん、笑われとって、うん、あいつ何してんねや、うん、って言われて、ね、遊ばんと仕事せえ言われとって、うん、バカにしてる人がさ、UAC 行った時さ、うん、俺は行くと思ってたとか言ってたやん。あ、そうやな。今はそうやん、40代でこいつもうそろそろ引退しちゃうかと。うん、もうまあ、言わせるだけ言わして、うん、逆に、それを力に変えようぜ。うん、そやな、オッケー。逆にいいチャンスもらいましたね。頑張りましょう。よし、よし、よし。じゃあ、そういうことなんで、まあ、次回は、安保選手 VS パトリック選手の勝敗予想をお届けしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。ストラスター喜一を年間でサポートしていただいている企業様です。いつも応援ありがとうございます。